私、須江監督に甲子園終わってすぐにね、お祝いのメッセージを送ったときに、知ってるかどうか分かんないけど、夏春連覇っていうのは、池田以来40年出てないから、それを狙いなよと、こういうことを送ったです。春夏連覇が簡単とは言いませんけど、歴史上の事実から見ると、比較的10年に一遍やら、そういうスパンで起こってきてること、事実なんですね。箕島 PL とかね、横浜高校か、それで最近の大阪桐蔭と。10年に一遍以内の頻度で起こっていることは事実で、その点においてチームが変わるっていう意味でもね、夏が終わったらすぐ秋の予選が始まって、そもそも甲子園に帰ってきにくいっていう意味でもね、夏春連覇って難しい。大阪桐蔭もしないんだよって、ぜひやってよって、簡単に他人だから言うんだけど、そういう期待を寄せていたんですけど、やっぱり劇的な試合をしながらも、やっぱり須江監督をもってしてもできなかった。やっぱ難しいんだなと思いましたね。勝負の世界ですから、強いチームが勝つわけです。もっと細かく言うと、勝ったチームが強いんです。そういう点で言うと、強さは勝つことで証明していくんですけど、実は私、高校野球見てて感じることは、強いチームかどうかは、そのチームが負けた試合でわかる。実力っていう意味でも、品位という意味においても。そういう点で言うと、昨日の仙台育英の、負け方見て、このチームはやっぱりただでは転ばんなと。まだ死んでないなと、このチームは。強いなと、こう思いましたね。今、桜が満開でこれから散りますけど、散るところに美しさがあるし、高校野球のいいとこっていうのは、最後負けちゃうとこなんですよね。人の人生と一緒で、最後死ぬんですけど、そこに至るまでに一生懸命こう咲き誇ってね、最後、いかに綺麗に散っていくかっていうところに、品っていうのがあるのかなって私野球見てて思います。野球は人生です。おし、なさって。のぶしチャンネル。こんにちは。甲子園もベスト4が出揃いました。昨日私いろいろ動いておりまして、見れたの第4試合の最後の方だけなんですけど、要するに仙台育英高校の須江監督が以前からお付き合いがあって、それこそ去年の夏、甲子園にも準々決勝と決勝2度応援させていただきまして、大会後に優勝した要因としてね、須江監督が予選から甲子園の決勝まで全部第一試合だったんですよと、こんなことなかなかないと思いますと、そういうことをおっしゃってたので。なるほど、そういうことも味方しないとね、やっぱり甲子園ってのは大変なんだ、行った人が感じるわけですから、そうですよね、コンディショニング。第一試合だと朝4時、例えば15分に起きるとか、そういうのも聞いたことあります。大変ですけど、リズムとしては行って、そして試合終わってから休める。しんどいのが、第4試合終わって帰ってきて、翌日の第一試合になるっていうことが、まれにね、今どうなのかな、昔あって、そういうのも大変だと、確かにそうだと思うんですよね。そういう点で言うと、育英高校、夏の優勝に、実力だけではやっぱり優勝できない、そういうものを改めて彼の言葉から感じたんですけど、智弁和歌山の高島監督が甲子園優勝の3つの条件ということでね、実力、勢い、この3つ全部揃わんと無理なんだよってよく私に教えてくださったんですけど、まさに、組み合わせとかね、あと第何試合っていうのは、もはや、運のレベルですね。そういう点で言うと、仙台育英の選抜は第4試合が多かったですね。初戦どこだったかね。初戦は午前中やったかな。とにかく夜やってるイメージありますね。仙台育英見てると、私はもう去年の夏から、今大会ちょっとあんまり良くなかったと思うけど、もう仁田君っていうのがね、去年の夏見た時に須江監督も言ったんですけど、仁田君とかいいねっつって、神宮大会見てもショートのキャプテンのこの目つきがいいねって、私はそういう、仙台育英の見方してたし、野球そのものはバッティングがどうのこうのっていうよりも、ピッチャーがいいっていうのがね、で、普通ピッチャーってこう、リリーフになるとだんだん押してくるんですけど、もうプロ野球の JFK じゃないですけど、もう本当に終盤だから点が入るわけじゃないっていうか、勝負どころの終盤の失点のコントロールができるっていうのが、やっぱり大きい。もうなおかつ連戦になってきてね、準々準決決勝と行くに従ってピッチャーがバテてきて、どうしてもっていうのが普通のチームだとしたら、そこの最後に勝ち上がっていけば行けば行くほど、アドバンテージがあるっていうかね、
どうやってあれピッチャー育成してんだろうと思うけど、すごい投手陣ですよね。ナブシ。で、まあ昨日のゲームも終盤を見たんですよ。で、6時ぐらいにやっと落ち着いてテレビつけたら、あ、負けてるな、これダメだなと思ったら、最後追いつく。ツーアウトランナーなしから2点追いつくわけですから、これ神がかってんなと思いました。で、6時半になってちょっと私また外に出ねえか用事あったもんで、まあいいや、車で見ればと言ったら、なんと、サブチャンネルになっちゃうもんですから、車では見れない。もうしょうがない。ラジオに切り替えよう。そしたらラジオが6時50分で一旦放送打ち切って、次は7時半からだと。もう最悪と思って。で、結局7時過ぎにゲームが終わるんですけど、見てて驚くのは、今申告敬遠がありますけど、申告敬遠できるケースで、しなかったですね、行方。あれ面白いですね。スリーボールになることによって、普通は追い込まれるんだけど、申告敬遠できるから、また外されると思うから、すくずあれできるわけじゃないし、甲子園見てて、つくづく地区大会も並行して見てて、改めて感じるのが、ピッチャーのコントロールっていうものに対する自信、スリーボールになった時に、ああ、ダメだっていうのが、普通の高校生だとすると、スリーボールになってから楽しいですね。ノースリーだって結局三振になるってこともすごいあるし、ノースリーからでもバッターが追い込まれていくっていうのを見れるっていうのは、やっぱり甲子園のレベルだと思うし、あとはね、塁を詰めるっていうことっていうのは、コントロールあるから満塁策とかああいうのできるんですよね。普通野球っていうのは何が難しいかっていうと、ピンチはチャンスってこともありますけど、ノーアウト1、2塁ってチャンスなんですけど、ゲッツーっていうのがあるんですよ。だから、ノーアウト1塁で送って、ただ、ランナーをホームに近づけるってだけじゃなくて、ゲッツになりうる、つまりっていうのを解消するのが僕バントっていう戦術だと思ってます。まあ一番いいのは盗塁なんですけど、なかなかそんなのは頻繁にできないんで、送りバントするということになるんだけど、やっぱりランナーが詰まってる状況っていうのはチャンスでありながらも、守備にもチャンスが来るゲッツって一気に潮目を変えるね。スリーアウト取ったらチェンジですから、スリーアウトのうち2つ取れるわけですよ、ゲッツっていうのは。だから戦局が一気にくるっとひっくり返るのが、ゲッツーであり、ゲッツーが起こるっていうことは、ランナーが詰まった状態。要するに、守備側としてはピンチなんです。で、その、攻める側のチャンスにおけるリスクを軽減するのがバントっていう作戦で、そのバントっていうのは、守備、攻撃側のバントっていうものの使い方、守備側の申告敬遠の使い方、この辺が全く高校野球の地区大会と全国が違うなと思って、本当感心して見てたところです。だから、レベルの高いチームだからこそ、二遊間もうまいし、バッターの打球も速いんで、ランナーが詰まった、いわゆるチャンスの場面、守備でピンチの場面でも、ゲッツーで一気に形勢がひっくり返るってことが起こりうるのが甲子園の野球。地区大会だとなかなかないんですよね、そこまで。守備もうまくないし、打球も速くないし、特に新人戦なんてゲッツーほとんどないですよ。恐れていくことはないっていうぐらいにね。はい。夏になればなるほどゲッツーが率が上がる。それは守備とバッター双方のレベルが上がるからだと私は思ってて。そういう点で言うと、昨日仙台育英、あれタイブレイクの時だったかな。ランナー三塁一塁になってね。あそこで大体走って二三塁でするケースは地区大会見ててすごくそういう采配される監督多いんですよ。まあ、ゲッツーもなくなるし、一打で2点入る可能性もあるし。もちろんそれが場面によって一番有効だったりするんですけど、実はあれ二塁に持っていくことで、まずファーストがベースから離れられる。それと、まあ、ランナー一塁だとゲッツー狙いで二遊間が二塁ベースに寄るので、そういうことを考えたときに、まあ三遊間と一二塁間、特に一二塁間が広くなるっていうことがあります。なので、私は、簡単に1、3塁を2、3塁しない方がいいという考えなんだけど、須江監督を見てるとね、2、2まで行きましたね。で私、テレビ見てて、あ、ここで走るかなと、まあ、それはウィニングショットの変化球もあるし、バッターももう、ランエンドヒットなんだけど、うん、そういう形になるんで、まあ、2、2までカウントを作って動くっていうのは結構私もやるんだけど、須江先生もその方法を取られてましたね。ちょっと考えてる発想は違うかもわからんけど、結果的には2-2から動いて、2、3塁になって、それで残塁で終わったのかな。はい。そういうのも見てて、あ、なるほどなと思って見てましたし。ただね、やっぱね、いくらいいチームでもね、
ノーアウト二塁っていう状況を作られるとね、やっぱしんどいですね。で、満塁策取っても結局前進守備敷いても結局最後あるあるで、満塁策で功を制して打ち取るっていうのは本当に確率的には低いですね。満塁策やって押し出しで負けることもないけど、ゲッツー取ってしのいだっていうことも実際ない。一番多いのはヒットでさよならっていうのが多いんじゃないですかね。内野が弾くとかそういうのも含めて。どうだろう、10回あったら満塁策、敬遠の満塁策で起こる結果10回あったらどうだろう。甲子園だったら押し出しが 1、2回、まあ内野ゲッツーが、3回ないな。で、半分以上やっぱりさよならだとかね。まあ外野フライでチェンジットもありますけど、さよならだがやっぱ3分の1以上あるんじゃないですか。打率にしたことないけど3割ぐらいは結局攻める側がやっぱりいい結果で終わってますね。だからやっぱり、帝京の高校の前田監督も、私若い頃よく教わったんだけど、ランナー一塁で送らないかんよって言って、前田監督は打力のチーム作りましたから意外で、そうなんですかって言ったら、やっぱね、守る側で考えてごらんって。ランナー一塁は怖くないけどランナー二塁は怖い、その怖いっていう状況を作って攻めていくっていうことを考えたら、やっぱり送るっていうのは大事な場面だ、プレッシャーがかかるよなって。いかにランナー二塁にランナーを置くかだよって、こういうことをおっしゃったことがあって、まさに甲子園のタイブレーク見てるとそれを感じますね。はい、いくらいいチームでもやっぱり1点かかったところのランナー二塁ランナー三塁っていうのはしんどい、っていうことを勉強させてもらったのが、まあ、昨日の甲子園でしょうか。ナブシ WBC でも感じたけど、ツーストライク目で空っきし合ってない子が追い込まれた状態で、同じ球投げられた時になかなか対応できないですね。こっち見せといてこっちで勝負っていうのはよく言う、教科書では言われますけど、ここがダメだったらもう一個ここ行ってやれっていうのは意外に強いなと。なんだかんだで、ツーストライク目見て決め球決まってくるし、まあね、そうはいえね、そのウイニングショットをちらつかせながらストレートで空振り取ってるケースもあるし、いろんな意味においてツーストライク目の残像ってのはすごい甲子園では重要かなと。レベルが上がってくるだけに、重要だなと。で、地区大会だと、もう私ピッチャー見た時にウイニングショットあるかどうか見ますよね。もうノーコンとかそういうの置いといて、次にウイニングショットがあるかどうか見ます。なんで見るかっていうと、それがないと結局2ワンとかで追い込んでもバッターを打ち取れないで、だん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 ファールされててボール放ってフォアになっちゃうんですよ。ノーコンだからフォアじゃなくて、ウイニングショットがないことによってフォアボールになってくケースが多いんで、でバッターとしても攻める側としても空振りする球ないなと思ったら2ストライクまで待てますから、戦術が広がる。だから三振取れないピッチャーっていろんな点で弱みを持ってることになるんですね。だから三振するボールがバッターから見て三振しそうなボールがあるってのはすごい脅威なことで、要するにバッターから見て怖いなってボールを持ってるピッチャーがどうかってことです。やっぱり甲子園のピッチャーってのは何らかそのボールを持ってるから、野球がやっぱり地区大会と全然違うなと、こう思った次第です。はい、ナブシ、ベスト4、今日は休みのようですけど、またね、明日、ベスト4からぶつかります。私はもう神宮大会見た中で大阪桐蔭、広陵さん、それと、まあ、仙台育英、このやっぱり3強だなと思って見てたので、そういう点では勝つべきところが勝ってきたと思いますから、まあ、そういう点でまたベスト4楽しみにしたいと思います。本当は甲子園行きたかったんですけどね、いろいろやることあるもんですから、今回はテレビ観戦ということになります。はい、じゃあ、簡単ではありますが、仙台育英さんを通じての、まあ、甲子園の雑感をちらっとお話しさせていただきました。本日は以上です。